フイバードライブとは、カナダの西部に位置するブリティッシュコロンビア州ミッションにて結成されたポップパンクバンドである。カナダで非常に高い人気を誇るバンドで、カナダのグラミー賞ともいえるジュノアワードにノミネートされた経験を持っている。彼らが作成する楽曲は、全体的にミドルテンポのものが多く、一般的にはポップパンクやパワーポップにカテゴライズされることが多い。 また、カナダ出身というバックボーンも、相まってか、同系統のバンドよりも、哀愁を帯びた楽曲が多いのが特徴である。2004年に、カナダ西部のブリティッシュコロンビア州に位置する田舎町、ミッションにて、フェイバーとレーブルの2人が中心となり、フェイバーという名のバンドを結成。その後、地元でのライブ活動を行ううちに、その卓越した、ライティングセンスや、ズバ抜けた、 メロディセンス等に注目が集まり、着実に人気を獲得していく。最終的にメジャーレーベルのユニバーサルレコードから誘いがかかり、契約を結ぶことに成功。その後、バンド名をフェイバードライブへ変更した。そして、2007年5月15日にファーストアルバム、セブンセカンドサージェリーをリリースする。プロデューサーにヒンダーのデビューアルバムを大ヒットへ導いた。 ブライアンホースを迎えて作成された力作となっており、各方面から高い評価を獲得。特に米大手の音楽専門サイト、オールミュージックからは、5点満点中4.5点という、高得点をマークした。また、このアルバムからのシングルが、いずれもカナダでヒットを記録しており、カナダ最大の音楽の祭典、ジュノアワード2008においては、ニューグループオブザイヤーに、 ノミネートされている。しかし、2008年に入り、レイブルとデイビッド・ヒンスリーの二人がバンドから脱退。しばらくは残った二人で活動を行っていた。2009年に入ると、ジョーダン・プリケットとアンドリュー・ストリコの二人を正式メンバーに迎え入れる。その後、アメリカのテレビドラマ、カイル・ XY の2009年1月に放映されたエピソード3.01に出演を果たす。 また、ファーストアルバムに収録されている、キリンメとサマーフェーズ2ホールの2曲が、同ドラマ内にて使用された。そして、2009年11月10日には、セカンドアルバム、キャントキープ、Asecret をリリース。このアルバムからのファーストシングル、G Get Up Dance は、カナダで、プラチナムディスクを獲得するヒットを記録しており、彼らの中で最も売れた楽曲となっている。 ありがとうございます。